4月5日、何の日ですか、この日、笑っていいともがあのギネスに認定された日なんです。すごいね、なんかあらしいね、なんか同一の司会者で放送されたのが、はい、一番長いのが笑っていいともらしいです。そうすごいですね。なんで、まあ、タモリさんね、まあ、笑っていいの見たと思います皆さん。名物企画やっちゃいました。 VTR スタート。どうもタモリです。いや今日ね、いや最近あれだね、あったかくなってきてね、桜もね、見頃だよね。そうですね。もうすぐね、めっちゃ飲むね。もみじも見頃だよね。そうですね。なことはないっつってね、今日はね、ゲストを呼んでいます。こちら、キャンディーロープの平山さん。いや、まさか本当ビートも終了して笑って始まるっていうのは、今そのずっともう小さい子が見てた身としてはすごい嬉しいっていうか、いや本当にありがとう。あ、これ飴あげます。おお、もらっていい。一応キャンディーローカーです。ありがとうございます。すごい。いやでも本当こうやって、またなんでこうやろうと思われたんですか。いや、やっぱキャンディーローカーのね、平山さんが来るっていう。あ、本当ですか。あ、すごい嬉しい。よかったね。なんかあれね、髪切ったね。あ、そうですそうです。そう、最近切って。そうですそうです。こんなガチャで。そうですそうです。まああともこんぐらいしたもん。そうなんですよ。今日は何の用で？いや今日は本当に、キャンディーローカー一応会社になるということで。ああはい。頑張っていこうっていうことをちょっと一応そのタモリさんがその よくあれじゃないですか、出産をタモリさんに相談すると、アンタンが生まれるとか聞いたんで、その会社の成功に乗ってそういうのをちょっとあやかろうかなと。そんな大したもんじゃないよ。パワーをもらいたいなと。はいはいはい。そんなこんなね、明日の友達を紹介してもらう。あ、そうですよね。いつもお世話になってる松田隼人さん。おお。はいはい。あ、友達なの。友達ですね。はいはいはい。紹介しましょう。お願いします。まあ、ほぼ毎日会ってるんであんま実感ないですけど、まあ、ほぼ毎日会ってるからあんまなんか、そんなに会ってるの。どうなんですか、仲いいのね。いや、繋がるんですかね。いや、まあ、どうなの、繋がるんですかねって俺が言うことかじゃない。わかりました。つながったんだね。あ、もしもし、あこさんです。まあ、なんか日本が最近ね、なんかいろいろありますけどね、まあ、これからもよろしくお願いしますね。あ、で、今日タモリさんと出てるんで、笑っていいと思う、出させていただいてるんで、タモリで変わりますもんね。いつもそんな会話してるよ。いつも大抵日本のやっぱ経済事情とか、世界の経済事情、そういうのもしもし、なに、もちろんし、なに、あ、お医者、お医者さんでございます。あ、いや、何、ね、はいはい、いや、今日はなんかちょっと顔色悪いね。あ、うん、何、はいはい、何、いや、わかった。あ、何、じゃあ明日来てくれるかな。何、